米田純は東北楽天ゴールデンイーグルス創設メンバーで初代球団代表。現在はフーズスタイル株式会社及びアメリカ現地法人フード S スタイル USA インクの創業者で代表取締役社長。神奈川県立平塚高南高等学校を経て、早稲田大学卒業後、西部百貨店に入社。池袋店紳士服での売り場経験を経て、 池袋西部営業企画部に配属。その後、本部営業政策部、店舗運営部、つくば西部販売促進課長、本部営業企画部を歴任した後に、三木谷博史との出会いをきっかけに39歳で、西部百貨店を退職。2003年より、楽天株式会社に入社。既存顧客マーケティング部門である、メンバープログラム部を立ち上げ、楽天ポイントクラブを創設し、 各種プロモーションを実施した。2004年9月より、楽天野球団の前身であるプロ野球準備室を兼任し球団創設メンバーに抜擢される。2004年11月2日に、プロ野球参入が正式に決定したと同時に、株式会社、楽天野球団取締役、球団代表兼チーム統括本部長に就任、41歳での球団代表就任は、 当時最年少。業務ではチームの立ち上げに携わり、選手編成、チーム運営、選手育成の各部門を統括する。運営面では2005年創設当初は施設も整わない中での運営となり、春季キャンプ地として、久米島を設定二軍施設として、山形県の運動施設や県庁宿舎を両替わりに借りて運営しながら、 現在の仙台市泉区にある二軍施設や本球場横にあるクラブハウスを建設した。また当時はスタッフも少なく自ら練習に参加し玉拾いをしたことも話題となった。同時に連盟担当として日本野球機構の理事として日本野球機構理事会及び12球団実行委員会に出席した。実行委員会では選手レンタル移籍制度を提唱する。 桃の採用されなかった。チームとしては初年度に、田尾康氏を監督として招兵するも再開に低迷し3年契約の田尾監督を1年で解任。記者会見では強くなるために避けて通れない道と表現したが、この解任について地元仙台市民が反対署名活動をするなど大きな批判を受けた。翌年2006年より野村克也を招兵 編成面では2006年高校生ドラフトで田中正宏、大学社会人ドラフトで長井玲也島元博、渡辺直人など後の主力戦力を指名し、球団創設から5年目となった2009年に、球団初のパシフィックリーグ2位となり、クライマックスシリーズに初出場した。2010年以降、野村監督の人気満了に伴う退任後は、マーティブラウン、 星野千一を招聘した。星野監督初年度にはシーズン開幕前のオープン戦時に東日本大震災が発生、開幕対応と選手会の対応や遠征先での選手による災害支援活動に奔走した。2012年より取締役連盟担当としてプロ野球界に貢献する一方で和食文化、おもてなし文化を世界に伝えるプラットフォーム作りを 経営理念に、レストラン経営の準備を開始し2013年4月に、アメリカ合衆国ワシントン州のシアトルに、現地法人フード、S スタイル USA Inc. を設立。球団初の日本シリーズ優勝後の2014年3月で、株式会社、楽天野球団を退団し、4月に、ワシントン州、ベルビュー市に1号店となる、ラーメン。 三島家ベルビュー店を開店。翌年2015年2月、マサチューセッツ州ケンブリッジ市に2号店となる。ラーメン三島家ハーバードスクエア店を、2016年6月には、ボストン市に3号店となる。ラーメン,サントーカ、三島家ボストンバックベイ店。2017年には4号店。ラーメン,サントーカ、三島家ユニバーシティビレッジ店。2020年には5号店。 ラーメン三等化タイソンズコーナー店を開店した。また、焼肉専門店、牛シゲルとアメリカ FC 本部を共同出資で設立し、2021年2月に FC1 号店をバージニア州に開店した。2016年9月にフーズスタイル株式会社を設立し、都会の農園及び都会の農園バーベキュー広場を運営する一方で、 日本食レストランの海外進出支援、コンサル事業をスタート。2021年2月には、アメリカ合衆国デラウェア州で、日本野菜農場を経営する、スズキファーム LLC から事業を買収した。その他、2012年より株式会社プレンティーの執行役員となり2021年2月より、取締役、2014年から2016年5月まで、 株式会社副保の顧問、その他講演活動も行っている。また、プロ野球パシフィックリーグの参与、ありがとうございます。